神奈川海新聞ちびっこ記者になろう。2日目の取材は象の鼻パークにある船乗り場から始まりました。ここから京浜フェリーボート夢浜号に乗って東京湾の藻場の活動現場や海洋環境の悪化について湾岸を観察していきます。講師の方の説明を真剣に取材するちびっこ記者たちの姿が印象的です。そしてちびっこ記者たちはテレビ神奈川本社へ。ここからは相模湾と東京湾の海洋環境について学びます。生活排水により水質汚染が進行する現状や赤潮や青潮などについて知ることができました。生活排水と海のつながりについて学んだ後は自分でできる環境対策を考えてみようということで海に優しい石鹸作りを体験してみることに。完成したオリジナルの石鹸を前に子どもたちは思わず笑顔に。そしていよいよ2日間の体験を通して学んだ内容を神奈川海新聞としてまとめる時がやってきました。各グループに分かれて真剣な打ち合わせが始まりました。魚についてあまり詳しく知らなかったので初めて聞いたことやこういうこともあるんだなとか詳しく知れてよかったです。いろいろな形で海を学んだ2日間、ちびっこ記者として目を輝かせて取材する子どもたちの姿がとても印象的でした。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。